ドラドラ野球 TV です。先日ジャイアンツの元気印ゼラス・ウィーラー選手が自由契約となりました。長年日本球界で実績を残してきたウィーラー選手を中日が補強した方がいいかどうか考察していきたいと思います。どやどや。まずはウィーラー選手の安定の実績を深掘りしていきましょう。アメリカ出身のウィーラー選手は2015年から日本にやってきました。楽天での1年目から好成績を残し、3年目には31ホームラン、OPS835 を記録。ホームランはこの記録がキャリアハイとなりますが、ウィーラー選手のすごいところは成績が安定し続けていることです。実際、昨年は34歳ながら OPS837 を記録し、キャリアハイを記録しています。OPS が700を切ったのは今年のみ。そして今年の成績が低いのはポランコ、ウォーカーの新外国人が優先起用された影響で30試合64打席のみの起用が原因の可能性が高いです。実際今年の2軍成績は安定しており、今年一気に能力が落ちたというわけではないと思います。となると年齢は気になりますが、得点力を上げたいドラゴンズには最適。そして外野守備もそこそこです。気になるのは年俸です。中日にも獲得できる金額なのでしょうか。そんなウィーラー選手、もしかしたら5000万くらいで契約できるかもしれません。この表の右端の数字がウィーラー選手の年俸推移です。最高年俸は2018年から2020年までの2億円。昨年は5000万、今年は1億1000万。昨年より成績を大きく落とし、自由契約になったことを考慮すると5000万でも契約できるのではないかと思われますね。どやどや。当たり助っ人の確率が低いので、ウィーラー選手はある程度計算できるのが大きいと思われます。こちらは主な2022年入団助っ人を年俸順に並べました。同時に中日のビシエド、アリエルの2人の成績も併記しました。そして黄色の部分は新入団助っ人の各成績のトップの数字を表しています。これを見て皆様どう思われるでしょうか。これを見る限り一番成功しているのは年俸7700万の広島マクブルーム選手ではないでしょうか。1億超えの助っ人である程度成功したのはジャイアンツのポランコのみで、鳴り物入りで入団したホークスのガルビスやファイターズのヌニエスは期待を大きく裏切る結果となっています。昨年中日の助っ人調査で気になったのは動きがかなり遅いなということでした。大塚コーチがドミニカで新外国人獲得調査と報道されたのが10月末、そしてカープがマクブルームの獲得と報道されたのは11月の頭でした。最終的にアリエルより打てそうな外国人がいないと獲得断念しましたが、めぼしい選手は早く獲得されてしまうのは当たり前。また獲得調査も基本ドミニカウィンターリーグのみ。詳しくは分かりませんが、森さんやともりさんのルートはもうなくなってしまったのか。今の体制だと当たり助っ人を獲得する可能性はものすごく低く感じます。そう考えると、この中に入れても上位の成績を残せるであろうウィーラー選手の獲得は現実的にあってもおかしくないのではないかと個人的には思います。そんなウィーラー選手に匹敵する最大のライバルがいることをご存知でしょうか。わいはソイロアルモンテやで。そうです、現在再獲得調査が噂されているアルモンテ選手。今年はメキシカンリーグに所属していたアルモンテ選手も、ある意味ウィーラー選手と同じある程度計算できる助っ人枠ではないでしょうか。ドミニカ出身のアルモンテ選手はウィーラー選手より2歳若い33歳。中日時代3年間の平均 OPS はなんと859。今年の中日ならダントツのトップ。彼のマイナスポイントはなんといっても怪我の多さ。それさえなければ現在も継続してドラゴンズにいたのではないでしょうか。それではウィーラー選手との成績比較してみるとどんな感じになるのか見ていきましょう。こちらがアルモンテ選手とウィーラー選手の成績比較です。所属期間が短い影響もありますが、全体的な打撃成績はアルモンテ選手に軍配が上がるでしょう。ホームランに関してはウィーラー選手は年平均17本くらいで勝っていますね。あとウィーラー選手が勝っているのは故障の少なさ。極端に起用が少なかった今年を除くと年平均で116試合に出場しています。年齢は35ですが、怪我の少なさはウィーラー選手に軍配でしょう。こう比べると甲乙つけがたいことがわかりますね。ここまで全て素人の私の妄想ですが、私なりの結論とすると、両選手とも5000万で獲得できるなら両方取ってもいいんじゃないかと思います。簡単なことではないかもしれませんが、両選手を休養を入れながら併用していけばいいのではないかと感じています。
昔のウッズやブランコみたいな大当たり新外国人を夢見てしまいますが、ウィーラーが昨年のような活躍、アルモンテが故障少なく活躍してくれるなら十分チーム力アップ、得点力アップに貢献してくれるんではないかと考えます。皆様はどう思いますか？ぜひコメントでご意見くださいませ。ご視聴ありがとうございました。またね。